よしよし、バレた。こんな感じでレコンクローのジカーリグーね。よし来た。おお、レンちゃんレンちゃん、おいしょー。こんな感じでデプスのベコンクローのジカリグとトスラッパラバス君。よし、ベコンクローのジカリグに来ましたよ。もうここまでベコンクローだったら最後までベコンクローでしょう。よいしょ。ね。おっしゃ、来たよ。あー、バレた。くそ、合わせらんなかったな。どこ行ったルア。え、あ、いたいたいた。くそ、ここにフォロー入れてみようか。どこにいたっけ。食った。うん、バレた。いるね。フォローフォロー、ね、フォロー。なんかあるかな。フォローに テールスライダー、これね、これをちょこちょこやられたらそれはたまらないんじゃないですかっていう。はい、あれか、テールスライダーライトテキサス。上のなオーバーハングが邪魔して合わせが入れらんない。来た。よし、よし、フォロー成功。よいしょ。フォローアップできましたよ。デプスのテールスライダー、このサイズだったんだ。ちょっとね、ベコンクローさんにはちっちゃめのサイズだけど、テールスライダーにはバッチリでした。はい、フォロー大成功ということで、小ぶりなんだけどね、デプスの今度はこれはテールスライダーね、反町さんが作ったやつのビフテキ、これをですね、スピニングにこうビフテキシンカーでなんか当たりがあって乗んなかった時用にリグっといたんですよね。で、一回当たって同じところに入れ直したらこんな感じで釣れました。テールスライダーとトトラッパラバス君。はい、ジャーニーがします。ありがとうさん。こんな感じで
ピニングのこれはメガバスのヘッジホッグ、サラトガに P ラインを巻いたスピニングリール でビフテキシンカーでですね、ライトテキサスみたいな感じでテールスライダーをリグっております。はい、終わりだな。いやー楽しかった。いやー最後の最後まで集中してできましたよ。じゃあ送ります。